ってますね。こんばんは。やっほー、こんばんは、ありがとうございます。やっほー、こんばんは、こんばんは。さくちゃん、すごい、なんか降ってる、なんだろう。はい、6月9日の水曜日の乃木曜日を担当します、遠藤さくらです。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。ごめんね、9時半からちょっと遅めな時間だけど来てくれてありがとう。あ、リリースおめでとうって来てる。はい、そうです、今日はリリース日です。皆さんゲットしてくれたのかな。いやー、ゲットした。買ったよ、ありがとう。買いました、ありがとうね。はい、でまずは早速乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技は27枚目シングルリリース記念27枚目を選ぼうです。1から100まで順番に番号が書かれた紙があるので、目をつぶって紙を1枚選んで、週の中で最も27に近い番号が書かれた紙を選べたメンバーにご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。おお、なんかすごいね、初めてな感じの乃木曜日選手権。現在の1位は、これはあやめちゃんになるのかならしいです。だから27に近い数字を出せばいいんですよね。よいしょ。これはこのまま引けばいいのかな。目つぶって OK。わかりました、じゃあ引きますよ。せーの、ちょっと待って、あれ、せーの、ちょっと待って、引けない。せーの、これ1枚、1枚じゃないな。あ、これが1枚だ。よし、OK。せーの、じゃん。57。あ、全然、全然ダメだ。ももこさん、ももこさんの次ぐらい。あ、全然ダメでした。あららーん。残念だね。まあ、まあまあ。あ、これじゃないか。こっちか。どんまい、うん、どんまい。57です。こんな感じです。あやちゃん頑張ってね。はい、以上かな。そして今日のお話、今日何してた、今日何してた、みんな何してたのかな。んみんなこんばんはとかばっかり。お、お休みだったのか。お仕事？受験勉強。そっか、大変だね。頑張ってね。部活だったよ。お疲れ様。映画見た。いいじゃん。
新曲聴いてた？ありがとう、それは。学校だね、みんな。学校お仕事の人が多いかも。私はね、あ、早川聖羅ちゃんの舞台をちょっと見に行ってきたんですけど、さっき。すごく良かったよ、聖羅。そう、昨日もこのラジオでね、一緒にいたんだけど、なんか同じ人なのかって思うぐらいかっこよかった、聖羅ちゃん。そう、舞台はね、そう、あのやっぱメンバーがさ、舞台に立ってる姿ってさ、すごく自分は刺激もらえて背中を押されるので、あのこの期間はさ、メンバーいっぱい舞台出てるから、なるべく予定が合う日は見に行きたいなって思ってるから、見に行って背中を押してもらおうかなって思ってる。みんなは見に行くのかな。見に行きたい舞台いっぱいあるんだ。あやみちゃんのもね、見たいし。なんだろう、さっきからすごいね、降ってるの、バラみたいなやつが。なんだろう、見に行くぜって、行きましょう。楽しみだよね。れいちゃんのも見に行きたいよ、予定が合えば。時間が合う日に行きたいと思いますね。はい、ということで、27枚目シングルのね、ごめんねフィンガーズクロストが本日発売日なんですよ。おめでとうございます、ありがとうございます。いやー、なんかついに発売、なんか6月だからまだ先じゃんって思ってたら、すぐね発売日が来ちゃって、コメントが止まった。あ、動いた。なんかドキドキするね、ここにあるけど。よいしょ、じゃーん、じゃじゃん。何話そうかな。そう、個人 PV が全員分あるみたいです。すごいね、全員分ってすごいな。私が参加してる曲は、ごめんねフィンガーズクロストと、全部夢のまま、あとは猫舌カモミールティに参加させていただいてます。3曲参加させてもらってるけど、なんだろう、裏話あるかな。でも4曲の猫舌カモミールティーは聞いた時に、あ、なんかすごいまゆちゃんにぴったりな曲だなって思った。で、そう、この曲みんなの声になって完成した曲を聴いて、さらにまゆちゃんじゃんっていう感じになった。振りの中でもね、猫ちゃんが出てくる、猫ちゃんなのかな、が出てくるんだけど、それもまゆちゃんだなって思ったし、なんかカモミールティーっていう飲み物もまゆちゃんだなって思ったし、とにかくぴったり、踊ってる姿も見てセンター似合ってるなって思うし、フォーメーションはね、まゆたんの後ろに立ってるから、なんか後ろから見てて可愛いなって思ってるね。え、わかるよね。
あとさ、最初それぞれのソロで始まるのもすごくいいなって思う。というか4期生のやっぱ声がさ、やっぱ好きだから、歌うまい子多いし、すごくいい曲をいただいたなって思って、すごくありがたいです。あとはね、全部夢のままはめちゃくちゃ大好きな曲。この曲はももこさんと同じパートなんです、歌割りが。そう、ももこさんとね一緒の歌割りなのがめちゃくちゃ嬉しくて、なんか MV 撮影の時も楽しかったし、出来上がったミュージックビデオに2人で写ってるところがあって嬉しかったの、本当に。ただただ嬉しいっていう一言ね。二人の声好きですって、ありがとう。私もももこさんの声大好き。落ち着くよね。そう、前髪流してたでしょ。そう、前髪流しました。めっちゃ恥ずかしかったけど流したけど、それもなんかももこさんがかわいいかわいいってくれて、ももこさんの方がかわいいよって思ってたかな。こんな感じかしら、こんな感じかしらね。でもこのジャケット写真、傾斜撮影はね、これ周りの方がシャボナはいっぱいこうやってふうかな、ふうもあるし、こうやってなんかバンバンバーンっていっぱい出すやつで、いっぱいシャボナは飛ばしてくださって撮ったジャケット写真です。お気に入り、かわいいよね、みんな。かわいいね。はい、という感じか。ということで近況報告。近況報告は、昨日は、昨日じゃない、あ、昨日か、昨日はラジオの一日電波ジャックをさせていただいてて、その前はカウントダウン TV ライブライブに出させていただいて、でもうあさっての金曜日はミュージックステーションに出ます。いやー、ね、カウントダウン TV でね、自分でもびっくりしちゃうぐらい緊張しちゃって、そう、M ステもね、ちょっとちょっとな、尋常じゃないほど緊張するんだろうなって、ちょっと今から覚悟してます。フル、そう、フルだったよ。どうだったかな、かっこよかった。ありがとう。うん、ね、そう、でもすごいさ、いい曲だからさ、たくさん届けたいから頑張りますね。そう家で一緒に歌った、歌ってくれた、ありがとう。かっこよかった、ありがとう。これ今流れてる3期生さんの曲、私めっちゃ好き、かっこいいよね。あ、私の生写真出たよって、わーい。ありがとう、出してくれてありがとうございます。
が止まっちゃった。電池が止まっちゃったぞ。あ、動いた。そう、カウントダウン TV ライブライブさんはね、また全部夢のままでまた出させていただくから、それもありがたいし嬉しいし頑張ります。みんな優しい、ありがとう。そう、ヨガさんセンターかわいいですよね。あ、そうだ、オンラインミート&グリートがもうすぐありますよ。皆さん来てくれるのかな、待ってますね。お話ししたいし会いたいし楽しみにしてます。お、待ってます、行くよっていっぱい。取れませんでした。待っててね、待っててね、待ってるね、ありがとう。って感じかな。前回メンバーからの宿題をやります。前回はももこさんでした。なんかね、まだ見ちゃダメって言われてて、ちょっと今から見るんだけど、なんか緊張するね。何書かれてるんだろう。これは私が最初に見ていいかな。バンって見せた方がいい。バンって、 OK、 せーの。うわ、怖いな、なんで書いてあるんだろう。わぁ、さくらちゃん、かわいいね。シリロ、頑張りすぎないように、目だって。えー、嬉しい。えー、頑張りすぎないように目だって。あ、ごめんなさい、なんかね、最近すごい涙腺ゆるゆるでこんな言葉かけられたら泣いちゃうよ。ごめん、本当にありがとうございます。つけた。あ、ごめん、本当に何でもない、本当にごめんね、本当に最近やばいよ、すぐ泣いちゃう。優しいね、本当に。これ持って帰りたいな。嬉しい。涙腺ゆるい、そう、ダメだよね、頑張らないと。ありがとうございます、嬉しい。後でこれ写真撮ったの、写真撮ります。ありがとうございます。それで次回のメンバーさんに宿題を出そうかなって思うんだけど、優しいね、本当に。はい、ごめん。次回のメンバーさんに宿題を出しますね。あ、明日のメンバーさんは誰でしょう。誰だと思いますか。
なんとなんと、なんとなんと、アスカさんです。よいしょ、やった、アスカさんだよ。何出そうかね。お手紙？あ、これ、これみたいにする？なんかお手紙書いちゃう？お手紙書きたいけどな。いや、アスカさんっていうかアスピーさんは。ね、感謝してもしきれないぐらい支えられてます。ありがとうございますっていう気持ち。なんか思い書いた方がいいかな。何にしようかな。どうしようかな。何がいいかな。スピーさんとはね、なんだろう、最近は、最近というか会ったら絶対喋ってるんだけど、優しいよ。かけた。あれは、え、ももこさんは昨日は、あの、見せないで、見せてない。あ、じゃあ私も見せないでやろうかな。明日までお楽しみにしようかな。ちゃんとね、思いを綴ったから。よいしょ。だから皆さん明日も見てね。よろしくお願いします。じゃあこれは明日に回します。ほい。はい。でもうちょっとでね、もう終わりなんだ。だからあとちょっとなんか喋る、なんか喋ろっか。うん、そうだ、この後はね、オールナイトニッポンに出させていただくので、聞いてください。しゅんちさんと樋口さんと、すごく楽しみ。何書いたのって内緒に決まってるじゃん。聞いてください。ぜひ、なんか質問ありますか。スクショタイム。はい。なんか今見逃した。髪は伸ばしてます。一
時がんはね、私の回はまだ放送されてないから、されてないからちょっと内緒なんですけれども、前回がスカイダイビング、すごかったね、あれすごかったよ。何したの？内緒ですよ、見てね。明日誕生日なの、おめでとうございます。すごい、なんかみんな一気に今日誕生日ってコメントが増えた。おめでとう。セイラちゃん頑張ってたね。レンちゃんもすごかったし、スイちゃんもすごかったし。スイちゃんのね、舞台も見に行きたいです。本がね、すごく大好きなので、ちょっと見に行きたいなって思ってる。いけるかな。お、そう、あやめちゃんは昨日お誕生日でしたね。17歳、17歳だって、かわいい。若すぎるね、若すぎますね。でも私はもう今年20歳です。20歳だよ、早いね。20歳になったら何しようかな。同い年？やった、成人です。レミゼは見に行かないんですか？行きたいよ、生田さんの舞台見に行きたいです。テスト頑張ってね。優しいです、大好きです。まつげ伸びましたって、そんなとこまで見えるの、やだ。伸びてないけど別に。カッキーの好きなところはなんだろう、全部好きだからな。あ、もう終わりの時間？早い、30分。ありがとね、こんな時間に見てくれて。うん、じゃあもう終わりの時間なので終わります。明日はアスピーさんが、アスカさんが担当します。時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。じゃあ今日のお相手は遠藤さくらでした。バイバイ、おやすみなさい。あ、じゃあこの後オールナイトニッポン聞く人はまた後で。また後でね。じゃあね。